るよ、もっちゃん、ルンバにやられるよ。ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。本日はずっと欲しかったこれを買ったので、丸尾智彦の前で使ってみたいと思います。あ、それがこちら。ルンバ i7 クリーンベース重たい。このデカさね、このデカさ。はい、これね、やっぱりさ、ロボット掃除機といったら、こう元祖というか一番有名なポピュラーなのがルンバだと思うんですけど、それのね、一番いいやつ買いました。アマゾンでね、14万ぐらいでした。で、なんで買ったかというと、やっぱりね、猫ちゃんと一緒に住んでる方ならわかると思うんですけど、うちのね、床ね、毛がすごいの。掃除機かけてもかけてもね、毛だらけになっちゃうんで、ルンバあるといいのかなと思ってね、買いました。それでは開けまーす。さーて、開けるかな。また悪さするんか。マルオさん、開ける言うてんのに。マルオさん、なんか見知らぬものあるとすぐ登っちゃうんね。マルオ、マルオ、お休みのところすいません。あなた魂抜けてんのかね。ね、少しはさ、自分でさ、起き上がってさ、降りてや。ああ。よいしょ。手も足もつかないのね、地面にね。なんてこだ。さあ、開けていきましょう。そう、で、僕もちょっとね、どうなるかなって思ってるんですよ。そう、というのも、変なさ、大きいカメムシみたいなのが動いてるわけじゃん、ウィーンって。なんとなくね、マロとモッコからしたら変な生き物がいるみたいになるから、ビビるんじゃないかなと思ってね。うん、まあ、いつか、なれると思うんだけど。さあ、行きましょう。うおぉ。さすがですね。おお、すごい、かっこいい。ほら、これ見てください、これ。アイロボットルンバ。ロボット掃除機ルンバプラス自動ゴミ収集機って書いてあるでしょ。まずルンバが床のゴミ吸って、で、吸ったゴミが増えてきたら、なんかね、自分の家みたいなとこに帰って、ルンバから、ってなんかね、ゴミをね、吸い上げてくれるんですよ。やばいっしょ、これ。最高でしょ。よいしょ。よし。おお。おお、すげえ。なんか詰まってんな。なんだこれ。あ、これが本体だ。ほら。マロさん、本体だよ、本体。もっちゃんはね、あそこでね、見守ってくれてます。マロも気になるようですが。おお、かっこいい。行きます。いでよ。最新最高級ウルバー。やっほー。かっこいい。今のってこんなかっこいいんだ。結構なんかこう、ごついね、案外。あ、カメラがついてんじゃん、ここになんか。え、なんかね、ここにカメラがついてる。何これ、センサーとかのそういう関係かな。いや違うな、センサーはここ。わけわかんないこれ。え、うわ、これがゴミ収集機。いや、でけでかいや、でも多分もっちゃんの方がビビる気がするな。いや、ちょっと待って、これなんかしてるよ。うわ顔スポスポ入れてるんか。兄弟揃ってすげえ、超でかい。これが宇宙ステーションです。 あら、ここ丸桶ですか。ルンバの箱に入ってます。暗闇や。マロマロ、ちょうどいい大きさなんね。あら、なんで押さえつけてんの、手を俺の。ねえ、ねえ、押さえつけて。あれ、マロさん、ルンバ大好きね。これは怖がらない予感か。いや、でも動かしたらわかんないな。ねえ、もっちゃんもルンバ大好き。ねえ、いや、これはダンボール大好きか、勘違いか。ねえ、もっちゃん、大きくなったね。そしてなんかね、もっちゃんがなんかね、おかしいすりつきをしてる。ルンバの段ボールは何かがあるのですか。ゴリゴリだね。ブーンブーン。さあ、ここにね、ゴミ収集機というか、
ステーション的な宇宙ステーションをここに設置して、さあもっちゃんちょっと危険だよ、こいつ暴走するかもしれないからね。あ、ちょっとビビってる。よいしょ、ここでいいのかな。ん、おお、光った、光ったよ、クリーンって。ほら、めちゃめちゃかっこいいねこれ。さすが。何点ですか。いきます、3、2、1、あパカーン。開いた、ガシッ。トンネルになってんだね、ここ。開いた、ほら、開いた、開いた。知ってるよ、そこにいんの。ルンバに吸い取られちゃうよ。また悪さくるんか。何やら気配を感じる。ガサガサいってるぞ。ん、あ、まっさっきまで丸尾だったのに、もう入れ替わってるわ。はい、それではいいよ、入ってて。あ、何や、今なんか変なタンタンタキドーみたいになったぞ。あ、丸尾がビビってる。丸尾、ほら、ルンバだよ。あ、ね、お、寄ってきた。あ、ちょっとビビってる。あ、ビビってる、ビビってる、ニットも。あ、いけ、ルンバ。お、すげえ。よし、いけ、いけ。お、お、ほら、ほら、ほら。すげえ、ちゃんと壁にね、ちょっとセンサーで学んで避けてくれ。あ、もっちゃん、もっちゃんビビっております。あれだね、あの壁に軽くぶつかって方向転換するのね。お、どうですか、慣れてきた。あんまビビってはないかな、そこまでは逃げる。あれ、ソファーの下行った。すげえ、ソファーの下行けるんだ、助かるこれ。あ、もっちゃんビビってもっちゃん、吸い取られるよ、もっちゃん、ルンバにやられるよ。あ、でもなんかあれだね、興味を示してるね。お、マロいった、マロいった。あんまビビってない、マロは。お、マロちゃんがいた。おー、これ助かるな、ソファーの下入ってくれるの。ソファーの下掃除するのめっちゃ大変なんですよ。おー、すごいすごい、すげえ、カーテンでも止まってる、ちゃんと。すごい、おー、優秀、動きが。おー、寄ってくるね。あ、丸尾の方に向かっていく。あ、おっちゃんの方行った。はい、普通だね、やっぱ乗ってるね、マグロは。ほら、君たちの毛を掃除してくれてんだよ。興味津々です。おお、怖くなくなってきたでしょ。じゃあちょっとね、丸尾さんを乗せてみたいと思います。丸尾、ほら、ルンバだよ。よいしょ。続きまして、もっちゃん、ルンバだよ。はい。まだ怖いみたい。なんかさ、ストレスになっちゃったら嫌だなと思ったんだけど、なんかそれほどビビってはいないね。ほら、あらららよかった。これがすごくない、これが、ほら、これがすごいよ、このなんかね、くるくる回ってるやつ、相当吸い取ってそう。お、ついに、あ、さすが男の中の男、丸尾さん、ついに攻撃を仕掛けてきた。いけ、丸尾、倒せ、ルンバを。あ、もっちゃんも来た、もっちゃんも来た。あ、もっちゃんどんくらいゴミ吸ったのか全然わかんないね。いいね。ほら、丸尾さん。
これ掃除しなくてよくなるかも、マジで。一回もどっかで引っかかって止まっちゃったりしないしね。お、あれ、あ、これはまさか。お、これは、ついに今人類が宇宙ステーションの方に帰還いたします。お、丸尾、ほら宇宙ステーション。やば、え、すごすごギューンって今やば。これで今ギューンつってこの中に座れたっぽいんだけど、え、この中にゴミ入ったってこと？今多分ね、多分ほんと15分とか20分いかないくらい。どんくらい吸えたのでしょうかね。見えんのかなこれ。せーの、おい、あ、あー、こうなってんのか。なんか紙パックになってんだねこれ。見、パッと見える。おお、めっちゃ吸えてる毛が。すごいすごいすごい。これわかるかな、これ。中にね、毛がめっちゃ入ってんのこれ。すごいよ、10分とかでこんくらいだからね。これは助かる。ってことはまあでもさ、これが満杯になったらポイって捨てればいいだけだから超楽。めっちゃ楽じゃんこれ。なんかルンバってさ、もうこうなんか大変なんじゃないかなとか、逆にね、こうメンテナンスとか思ってたけど、楽だねこれ。いいね。うーわ、丸尾さん充電中になったら寄ってきましたよこれ。壊しに来たの丸尾さん。これ好きなんでしょこれ。ほらこれ丸尾さんここ好きなんですよ。このクルクルクルってなる、これこのブラシみたいなやつ、歯ブラシみたいな、それ好きなんでしょ。あ食ってる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 。壊さんといてルンバを。また悪なさるか。その頃もっちゃんは、土の子です。液体です。ブーンブーン。全然充電してないんだけど、待てないから俺と見る。お、いける系。多分フル充電にはまあまあ時間かかると思うんですけど、今溜まった分だけで動いてくれるのかなこれ。あれ、行ってや。お、頑張ってくれるやつやん。働き者じゃんルンバさん。いいね、いいね。ウェーイ、頑張れさあ、ストーカー丸尾です。ストーカーしております。あ、いた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 、ほら来た。来たよ丸尾さん。もっちゃんが見てます。よし、うんちくん号にするぞ。いけ、うんちくん。よし。これでまたパワーアップしたね。ほら丸尾、うんちくん号だよ、うんちくん号。ほら、あ、もっちゃんがうんちくんに連れてきたな。もっちゃんほら、うんちくん号だよ。かわいいでしょ。すげえ、うんちくんも転ばずに頑張ってる。あ、うんちくんが危険だ。なんて果敢に攻めていくんだ、うんちくん。ほら、来るよ、もっちゃん。もっちゃん来るよ。来たよ、うんちくん来たよ。お、ステーションに帰ります、うんちくん号が。丸尾さん、邪魔だよ。すげえ、一直線に帰ってくる。丸尾さん、うんちくん号帰還だよ。やべ、うんちくんが挟まるかもしれない。お、すげえ。さあ、ゴミを吸い取るんだ。すげえ。さあ、3回ぐらい吸ったんで、もうめっちゃ溜まってるかもしんねえよ。よっ、うー、やば、やべえ。これちょっと、なんか取り出したいんだけど。せっかく吸ったのに取り出したいんだけど、これ取り出しちゃおうかな、ちょっと。すごい。あ、え、あー、あ、出すな。出すなよ。すごいね。まあ僕がね、ちょっとここ少しね、
掃除機がしっかりかけれてなかったってのもあるんですけど、すげえこれだけだってやってくれんだよ勝手に。やったー、助かるー。ブンブン。はーい。てなわけでやっぱりうちの2匹は臆病じゃないっぽいね。うん、万が一ね、本当にこうびっくりしてどっか隠れちゃってとかだったらね、ストレス溜まるからちょっと使うのをやめた方がいいかなとかを考えてたんですけど、全然大丈夫っぽい。まあもちろんね、本当にルンバが入れないようなテレビ台の下とかなんか細い隙間とかは掃除機で吸わなきゃいけないと思うんですけど、あのね、大まかなところをほとんど全部きれいにしてくれるってところで、やっぱいいっすね。それも僕が出かけてる時とかに勝手にずっと動いてくれて、それもステーションにゴミを渡してまた動いてって、もうめっちゃ働き者だからいいね。はい、今回僕が買ったルンバ i7 の、僕が Amazon で買ったリンク動画の説明欄に載せておきますので、ルンバ検討してる方はぜひチェックを。この動画もしよければ評価グッドボタンぜひお願いします。ヒカキン TV のチャンネル登録もぜひポチッ。その他 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブーン、じゃんけんポン、バイ。たらくたらくたらく、たらく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 。